弱が今動き出す勇気を歴史に変えて天に奏でたこの声よ剣になれ この前古代兵器が配備されていた遺跡のことを覚えてる？はい、クラントールの海岸近くにあるあの遺跡のことですね。ああ、伯爵がいた遺跡か。忘れろって言われたって無理ですよ。あの戦いはえらく苦労したんですから。実はあの遺跡の周辺でモンスターを見かける人が多いというので調べてみたんだけど、あの遺跡にはさらに地下があるらしいのよね。それもかなり深いのが。地下迷宮ってやつですか？それじゃあモンスターも出てくるよな。でも今までそこからモンスターが出てきたという話は聞いたことがありません。どうして今になって急に？帝国が占領中に何か仕掛けていたのか、残党が何かを企んでいるのか、おそらくそんなところだろうな。だとすればこのまま放っておくわけにもいきませんね。つまりそこを調べに行けばいいんだな。わかった、すぐに行こうぜ。迷宮の探索なんていかにも勇者らしい仕事だな。腕が鳴るぜ。相変わらず単純なやつだ。でもそこがレイジのいいところだから。いやそれほどでも。とにかく迷宮に行こうぜ。遺跡の地下はこんな風になってたのか。いかにもって感じの地下遺跡だね。面白いものがいろいろありそうだよな。早速探索を始めようぜ。なんか円盤みたいなものが落ちてる。っていうかデータディスクみたいだな、これ。データディスク？なんだそれは。エルデにある道具なんだけどさ。まあいいや、とにかく持っていこう。でこれからどうします？サクヤさん、先に進みますか？いえ、今の戦いでだいぶ消耗してしまったようだし、今日のところは一旦帰りましょう。このディスクみたいなものも気になるしね。これがモンスターが持っていたディスクよね。ずいぶん古いものだけど、一体何なのかしら。何か遺跡の成り立ちと関係があるものなんでしょうか。わからないわ。とにかく中を見てみないと。ケルベロス、
ちょっとこっちに来てくれる？はい、マスター。ご用は何でしょう？ちょっとこれを読み込んでみて。内容を確認するだけでいいから。で、ケルベロス、こんなの読めるのか？はい、形式に問題はないと思われます。ああ、すげえな、なんか。読み込みを開始します。適合データを確認、インストールを開始します。え、インストール？ちょっと待って、中を確認するだけでいいのよ。処理を中止して。中止！インストールが完了しました。あ、間に合わなかったか。ケルベロス、大丈夫？ケルベロス？ケルベロス、しっかりして！お願い、何か言って！よかった、フリーズしたわけじゃないのね。無事かしら、ケルベロス？大丈夫だよ、サクヤ。あ、そう、大丈夫なの、よかった。で、今、あなたなんて言ったの？え？大丈夫だよ、サクヤって言ったよ。どうしたの？そんなにびっくりして。いや、どうしたのって、あなたこそどうしたの？なんだかいつもと違うわよ。っていうか、正直言って、なんか様子が変じゃない？ふぅ、変じゃないもん。ケルベロス、変じゃないもん。いや、どう見ても変だろ。一体何が起こったんだ？ケルベロスって、今まではまるで感情のないロボットみたいだったのに、急にちっちゃな子供みたいに。レイジの例えはよくわからないけど、でも言いたいことはなんとなくわかるわ。まるで急に人形に心が生まれたようね。詳しいことは何とも言えないけど、もしかしたらそういうことかもしれないわね。きっとさっきのディスクに原因が。あんなものがあるなんて、ここは一体どういう遺跡なのかしら。ねえ、サクヤ、退屈、早く帰って遊ぼう。ねえってば。え、帰るの？いきなり言われても。いいじゃない、サクヤ、調べておきたいこともいろいろあるし、拠点に戻りましょう。そう？ええ、一旦戻って、もう少し文献や周辺地域の調査を進めてからまた改めて来ればいいわ。それもそうね。わかったわ。それじゃあケルベロス、帰るわよ。うん、帰って遊ぶ。ああ、ちょっと待ちなさい、そんなに走らないの、ケルベロス。なんか、えらいことになったみたいだな、サクヤさん。ほら、ケルベロス、勝手にあちこち走り回らないの。やだ、遊びたい遊びたい。ダメ、待ちなさい。お断りだ、サクヤなんかに捕まらないぞ。なんか、サクヤさんも大変だな。すっかりケルベロスのお母さんみたくなっちゃって。そうだな。しかし、なぜ遺跡に落ちていたディスクでケルベロスがあのようになってしまったのか。そのことなんだけどね、なんとかケルベロスをなだめすかして例のディスクを解析してみたら、遺跡についての情報が出てきたのよ。と言っても、今のところ大した情報ではないんだけどね。ただ、あの遺跡がやっぱり古代人の作ったものらしいって分かったのと、どうもまだまだ危険なものが遺跡の奥にあるみたいだっていうことだけ。っていうことは、
やっぱりあの遺跡をどうにかしないと戦いの後始末は終わらないんだな。はあ、疲れた。ケルベロスったらやっとおとなしくなったわ。お疲れ様、サクヤ。今例の遺跡の話をしていたの。ああ、その話ね。どうもあの遺跡、古代人絡みっていうところが気になるわ。もっとよく調べてみる必要があるわね。できれば今すぐにでも。ただ調べているうちにすごく嫌な奴が顔を出してきそうで、ちょっと不安ではあるけど。でもそれだからこそ、このまま放っておくわけにはいかないわ。奴が出てくるようなら今度こそ阻止しなきゃ。わかりました。とにかく調べに行きましょう。みんなに声をかけて出発の準備をします。そうね、お願い。それじゃあ探索に出発だ。今回も何が出てくるか見当がつかないからな。みんな十分気をつけてくれ。わかってるって。準備の方も大丈夫。いつでも出発できるよ。こっちも大丈夫。それじゃあみんな行きましょう。神の裁きを、全てを焼き尽くす神の槍。眠りなさい。あれ、これはまたディスクが落ちてる。そうか。では今回はそれをもって一旦拠点に戻らないか。お前も皆もだいぶ疲れているようだ。これ以上無理をしては危ない。そうだな。一旦戻ってディスクを解析してもらおう。アイラ姫とかこういうの得意だろうし。例によって遺跡は下へ続いているけど、解析が終わるまでは近寄らない方が良さそうね。それまでは地上の異変に対応することにしましょう。そう。それじゃあやっぱりこのまま放置しておくわけには。サクヤさん。ああ、まずは30階まで行ってみることが。となるとかなり周到に準備を整えていかないと。あの、サクヤさん、何か用だって聞いてきたんですが。あ、レイジ、ごめんなさい。今そのことでアイラ姫やフェンリルと相談していたところだったの。この間見つけたディスクを解析して、やっと遺跡の正体が分かったわ。遺跡の正体？何だったんですか、あの遺跡は。そうだな。簡単に言えば、あの遺跡は古代文明のゴミ捨て場だ。しかし、ただのゴミ捨て場じゃない。とてつもなく危険な廃棄物。つまり古代人の生物兵器開発で生まれた失敗作を捨てる、というか封じ込めておく場所だったんだ。当然いつ暴れ出すかわからないような制御の効かないものも捨てられている。だからあの遺跡には三重の封印がある。地上の入り口、地下30階の扉、そして最下層にだ。入り口に？ちょっと待ってくれ。俺たち何回もあの遺跡に入ったけど封印なんかなかったぜ。なかったのではない。我々が気づかなかっただけだ。ということはすでに封印は解かれている。少なくとも地上の第一の封印はね。
第2第3の封印がどうなっているかは確かめてみる必要があるが、第1の封印を解いた連中が第2第3の封印も解く、あるいは解こうと試みることは想像に難くないな。今のところ遺跡の外にそれほど危険な敵が出てきていないところを見ると、第2以降の封印はおそらく健在だと思うけどね。でもまずいじゃないか、そんな物騒な封印解かれちまったらたまんないぜ。たく誰だそんなことするやつは。やっぱり帝国の残党なんですか。そうね、残党といえば残党かな。私、そういうことをしそうな奴に心当たりがあるわ。知り合いたくもなかった相手だけどね。とにかく、そんな奴に好き勝手させておくわけにはいかないわ。すぐに遺跡に向かいましょう。足跡があったり、帝国軍の魔竜がいたり、なんかおかしいとは思ってたんだ。やっぱり先に入り込んでたのは帝国の残党なんだろうな。どこかで待ち伏せしてやがるに違いないぜ。それはまだ何とも言えないけど、誰かが先に来ているのは事実よ。辺りに注意しながら行きましょう。また魔竜。昨夜、やっぱりこれは。そうね、裏で糸を引いている奴がいるわね、確実に。でもまずはこいつを倒すわよ。了解、こいつをやっつけて黒幕とやらに会いに行きましょう。やったか。昨夜さん、あそこにいるのは伯爵。やっぱりあなたが。お前たちも来たのだが、少々遅かったようだな。これは私がいただいている。あれはディスク。待ちなさい、伯爵。さらばだ、また会おう。消えた。しまった、今ほうか。仕方ないわ、今日のところは引き上げましょう。でも決してあなたの思い通りにはさせないわよ、伯爵。昨夜さん、俺どうしてもわからないんですけど、伯爵の目的って何なんですか？結局伯爵はバルドルの部下ではなかった。っていうか、むしろあいつが黒幕だったみたいだし、この遺跡の件もあいつの企みらしいけど、でも結局何がしたいのか、いまいち理解できないんですよね。確かにあいつのやることはつかみどころがないというか、よくわからんところがあるな。伯爵の目的か。それはちょっと一口には説明しづらいんだけど、とにかくあいつはこの世界を滅ぼしたいと思ってるのよ。世界を滅ぼすだって？征服するとかじゃなく滅ぼす？あいつ、そんなことをするつもりなんですか？ええ、バルドルたちを焚きつけたのもそのため、そして遺跡にいる者に目をつけたのも当然そのためでしょうね。なんということ。そんなことを考えてやがったのか。でもちょっと待てよ、伯爵はどうしてそんなものを狙ってるんです？ここにあるのは失敗作なんでしょう。それに使おうと思えばここを占領してる間に機会はいくらでもあっただろうし、
これは私の推測に過ぎないんだけど、伯爵は一度は遺跡の生物兵器を使おうとして結局諦めたんじゃないかしら。だってレイジの言う通り、ここにあるのは結局失敗作ですもの。安定性もないだろうし、制御だって効くとは限らない。再利用するのはあまりに危険すぎるわ。だよな。だったらどうして。結局ダークドラゴンを倒された今、伯爵に使える手駒はその失敗作しかないということでしょうね。それに失敗作とはいえ、これだけ厳重に封印されているからにはその力は相当なものがあるはずよ。だからこそ伯爵はあの遺跡にご執心なのね。たく、聞けば聞くほどとんでもねえやつだな、伯爵って野郎は。このままじゃ世界が本当に滅ぼされちまう。絶対に伯爵を止めないと。この件に伯爵が絡んでいるとはっきりした以上、あんまりのんびりしてはいられないわ。そうですね。のんきに構えてたら本当に世界が滅ぼされちまう。そうなる前にあいつを止めないと。とにかく遺跡の奥へ急ぎましょう。神の裁きを、全てを焼き尽くす神の槍。眠りなさい。残念だったな、昨夜。今回も私の勝ちだよ。しまった、またディスクがあいつの手に。そういうことだ。参考のために教えておくが、このディスクの中に最後の封印を解くための鍵がある。なんだと。そんなものお前に渡すわけにはいかない。こっちによこせ。おっと、わっ、しまった。リンリン、伯爵は。ダメ、もういなくなってる。また逃げられた。本格的にまずいことになったわね。拠点に戻って対応策を考えないと。ちょっと足踏みしてしまったけど、そろそろあの遺跡に行かないとね。そうね、そろそろ伯爵も最後の封印を解く方法を見つけ出しているはず。いえ、もしかするともうとっくに封印を解いてしまっているかもしれないわ。もし遺跡の底に封印されている失敗作が外に出てくるようなことがあれば、伯爵の野望が大きく実現に近づくことになるわ。そうなれば世界は再び滅亡の危機にさらされる。ええ、そうなる前に何としても伯爵を止めなければ。レイジ、雪姫、手を貸してくれる？任せておけ。我々はすでに一度この世界を救っているのだぞ。もう一度やれる道理があるまい。それに昨夜さん、伯爵とは何か因縁があるんでしょう。そいつに決着をつけるの手伝いますよ。今まで昨夜さんには散々助けられてきたんですよね。それぐらいのことはしないと。雪姫、レイジ、ありがとう。お礼なんていいんですよ。どうしてもって言うなら失敗作を倒してからにしてください。さあ行こうぜ雪姫、もう一度世界を救うんだ。心得た。
昨夜、今回も来たか。だが、いいところにやってきたものだな。ああ、実にいいタイミングだよ。何しろ、私がこの古き悪しき世界をぶち壊し、新たなる世界と素晴らしき秩序を打ち立てるための第一歩を踏み出す瞬間。つまり私が神となるための第一歩を踏み出す、まさにその瞬間に間に合ったのだからな。さあ、そこでじっくりと見物するがいい。お前たちが愚かにも守ろうとしていたその世界が滅びゆく様子を、もっとも、お前たちもその滅びに巻き込まれ消えていく運命なのだ。何をふざけたことを。そんなこと俺たちが許さねえ。絶対に止めてやる。しかしわからない。昨夜どうしてお前はこんな世界にここまで肩入れする。この世界は私にとって守る価値がある。あなたに滅ぼさせはしない。それだけよ。この世界に価値が。ほほう、面白い考え方だ。お前は全くもって面白いな。悪いけどこっちは大真面目なのよ。あなたの妄想みたいな計画にいつまでも付き合ってはいられないわ。とっとと諦めてどこへなりと消えなさい。食らうがいい。こんなのもどうじゃ。雑魚に用はないわ。伯爵、お前が目覚めさせたモンスターはやっつけたぞ。次はお前の番だ。所詮失敗作は失敗作。ダークドラゴンの代わりは務まらぬか。となるやはり箱が必要だな。何をブツブツ言ってやがる。さっさとかかってこいってんだ。悪いが、そこまでお前たちの相手をする義理はない。私はこれで失礼させてもらう。何？畜生、またまた取り逃がしたか。昨夜どうする。残念だけど今はどうしようもないわ。放っておくしかないわね。これ以上はあちらにも手駒はないでしょうし。でも次に会ったら必ず。どうにかやっつけたな。これでこの遺跡からも危険は去ったわけだ。その通りだ。これで人々がモンスターや天変地異に苦しめられることはなくなるだろう。去り際のセリフが気にはなるが、伯爵の企みは完全に阻止したのだからな。よかった。これでもうこの世界は大丈夫なのね。私、安心してなんだか涙が出てきちゃいました。これでわらわも心置きなく宝集めと入浴に勤しめるというものじゃな。やっとエンディアスにも平穏が戻ってくるのね。そうだな。これでようやくみんなが静かに幸せに暮らせるようになるんだ。ええ、クラントールの人、シルディアの人、ルーンベールの人、ベスティアやフォンティーナの人、それだけじゃなくリーベリアの人たちやエルデの人たちも、世界中の人たち、
みんながね。ああ、もうローゼリンデや、それからアミルたちみたいに辛い目に遭わされる子はいないはずだ。本当に良かった。そうね、それもこれもあなたが頑張ってくれたからよ。先生としてはご褒美をあげたい気分ね。何がいいかしら。え、ご褒美？何がいいかな。世界を救った勇者に女神のキスとか。あ、いや、すいません、冗談です。そんなこと？別にいいわよ。じゃ、目を閉じて。え、あ、はい、目を閉じて。え？よくできました。免許改伝よ。私から教えることはもうないわ。え、な！え？あらあら、大胆。あの、公衆の面前でそんな。お前たち一体何を。そうよ、一体何なのこれ。私としては挨拶くらいのつもりだったんだけど、なんだか大変な雰囲気ね。卒業のお祝いサービスしすぎたかしら。みんなごめんなさい。俺まだ卒業は早いっす。なんかもっといろいろ教わりたいです。大人な世界についてとか。何が卒業じゃ、何がへへへじゃ。レイジ、何をデレデレしている。どうしてお前はそう美人と見るといつもいつも。私とて昨夜に引けは取らぬと自負しておるのに。おめでとう、レイジ。とでも言っておけばいいのかしら。え、おい雪姫、なんで怒るんだよ。っていうか、もしかしてローゼリンでも。怒ってないわよ、別に。そうよ、誰もあんたのことなんか別に何とも思ってないんだから。私は怒っているぞ。いいかレイジ、勇者たるもの、ご褒美のキス一つでそのようにだらしない顔を。おい、聞いているか。まったくじゃ。キスの一つや二つしてほしければなぜわらわに言わぬ。どれ、わらわも。ダメです。こんな、どうしてそんな羨ましい、じゃなくて恥ずかしいことを平気でできるんですか。レイジ君、大人気じゃない。いや、そんなこと言ってる場合じゃ。わっと、わかった、わかったから。雪姫、もう勘弁してくれって。みんなも機嫌直して。さくやさん、なんとかしてくださいよ。さくやさん。さくやさん、どうかしたんですか。遠い空を見つめて。ごめんなさい、ちょっと考え事をしてたの。これから行かなきゃならないところとか、やらなきゃならないことがいくつか出てきちゃったから。そっか。でも大丈夫。今回のことでレイジやみんなからいろいろなことを教わって、勇気や力を分けてもらったから。それにどこに行っても頼れる仲間たちが手助けしてくれる。あなたたちを見てるとなんだかそんな気がしてくるの。そっか。これから朔也さんがどこに行こうとしてるのか、何をしようとしてるのか、それははっきりとはわからないけど、でも約束しますよ。
俺に限らず、雪姫もローレライたちも、それに他の仲間たちも、サクヤさんが困った時には必ず助けに行くってな。そうだろ？ええ、必ず行きます。うむ、よかろう。私もお手伝いを。まあ、わらわも手を貸さんでもないぞ。もちろん、私だって。いつでも呼んでくださいね。ほらね。ですから咲夜さん、またその時には。ええ、ありがとう。その時はまたよろしくね。